皆さんこんにちは。さあ今回はビックリマンシール、懐かしのビックリマンシールの第1弾から第21弾まで扱った時代のキラシール、ヘッドシールをね、すべて頓布しましたので皆さんにご紹介したいと思います。復刻版も入ってるんですけれどもね、当時物と復刻版があります。でもあの偽物のシールはありませんので、公式の順番にね全部並べてありますので、公式の順番に第1弾から第21弾のヘッド全て見ることができます。それではね一緒に見ていきましょう。さあそれでは見ていきましょう。さあまず第1弾のヘッド、スーパーゼウス。そして第2弾のヘッド、シャーマンカーン。第3弾で初めてね、悪魔のヘッド、スーパーデビル、スーパーデビルですね。で、1弾ごとにね、2ヶ月ごとにね、弾が変わっていく。そんなローテーションというかね、そんなスパンだった気がします。で、このスーパーデビルはですね、このシャーマンカーンと密会してたみたいなね。で、スーパーデビルがシャーマンカーンを洗脳したとかっていうね、そういうストーリーもね、あるのがビックリマンのね、特徴です。さあ、そして、第4弾、セントフェニックスですね。セントフェニックス。このね、セントフェニックスがパワーアップしたのがこちらですね。で、こちらはね、復刻のセントフェニックスでね、こう、3D かな、どうかな、ホログラムシールになってますね。こんな感じ。さあ、そして第5弾、サタンマリアですね。このセントフェニックスのライバルですね。まあ、将来には結婚するというね、面白い設定ですね。で、悪魔のサタンマリアですね、こっちは。で、天使から6世紀を奪ってパワーアップしたサタンマリアがこちらです。で、これは復刻の、ホログラムシールのサタンマリアですね。こんな感じ。そして、第6弾がシソジュラ。そしてブラックゼウスです。こちら。これね、復刻のブラックゼウスなんですけれどもね。あの、当時物のブラックゼウスはものすごくね、価値がね、出てます。で、このシソジュラの中にね、封印されていたっぽい、ブラックゼウスがね、シソジュラから復活したというね、そんな感じのストーリーになってます。スーパーゼウス。さあ、まあ、裏はこんな感じですね。当時物はこんな感じで、ですね。で、これも当時物ですね。で、復刻版はね、ちょっと綺麗な感じになってて、まあ、新しいから綺麗なんですけれども。で、ちょっとね、プラスアルファの印刷がしてある、こう20って書いてありますよね。こういうなんか、他の、これは30って書いてありますよね。他のプラスアルファの印刷があるのが当時ものじゃなくて復刻バージョンですね。で、この辺ね、当時もので持ってたんですけれども、今復刻版なんですけれども、まあ、なんで復刻版なのかっていうのもね、また一番最後にね、説明したいと思います。で、これは復刻のね、ブラックジェイス、キラのブラックジェイスですね。さあ、続きまして第7弾ですね。ヘラクライストが出てきます。ヘラクライスト。ヘラクライストの3枚が第7弾ですね。威力不安定型と威力安定型があります。ね、キラの色もね、緑と赤で綺麗ですよね。12天使の力によって、このロボットのヘラクライストがさらにパワーアップしたロボットになるというね、ストーリーです。ブラックゼウスにね、対抗するために作られました。さあ、続きまして第8弾、魔性ネロ。ネロマシン、ネロマシンですね。魔性ネロ。こう、3D のね、ホログラムに、ね、なってます。顔がね、ちょっと いろんな角度でちょっと見え方が変わるようなね、面白い感じになってますね。こんな感じですね。ネロマシン。さあ、そしてね、第9弾がヘッドロココ。ヘッドロココ、ヘッドロココですね。もうこの頃からもう大人気でしたよね。もう、すごい熱い時代でしたよね。ビックリマンシール。第9弾がヘッドロココ。でヘッドロココはね、あの、セントフェニックスのパワーアップしたのがヘッドロココです。同一人物ですね。で、無縁ゾーンを突破するためにさらに変化したヘッドロココがこちらですね。3D。ホログラム。さあ、そしてですね、第10弾、マタイデン・ノア。そしてノアフォームですね。これも同一人物ですね。マタイデン・ノアはね、こんな感じですね。こう 3D、こう、顔が 3D で動くの分かりますか？今の新しいお札と同じ技術ですよ。新しいお札のこのね、3D ホログラムシールがすごい新しい技術だって今騒がれてますけれども、ビックリマンシールではもう40年ぐらい前からもうこのシールありましたからね。
びっくりマンを持ってる方はね、もう昔からの技術だって分かってると思います。こんな感じですね、3D 技術。ねえ、新しいお札と同じ技術ですよ。ノアフォームですね。で、これはですね、先ほどのサタンマリアのお母さんですね。このね、サタンマリアのお母さんがこのノアフォーム、そしてまたいでノアということですね。これがね、悪魔を生み出す形態ですね、またいでノア。で、通常はこの状態ですね。で、ワンダーマリア、サタンマリアがね、パワーアップしてワンダーマリアになります。これちょっと当時物でね、輝きが少しね、薄れてますけれどもね、3D のホログラムの、こんな感じですね、ワンダーマリア。ねえ、ワンダーマリアいいですよね。さあ、そしてですね、ワンダーマリアが、第11弾ですね。ワンダーマリアが第11弾。そしてもう一つ11弾が、こちら、ゴーストアリババですね。こちらが第11弾。で、ゴーストアリババは、人帝、七人帝の、アリババ人帝がで、ね、天使が悪魔になってしまったという衝撃な、内容ですね。この裏を見てみると、このゴーストアリババの影がね、アリババ人帝なんですよ。もう当時ね、って思った、そんな記憶があります。さあ、そしてですね、第12弾、野生エルサレム、マスター P、そしてセントボンミロクですね。こちらが第12弾。さあ、そしてこちら熱いですね。第13弾。13弾ヘッド多いです。ヤマト爆心が2つですね。ヤマト爆心。そしてダークヘラ。そしてマハドラゴッド。そして怪奇ムガル。で、この怪奇ムガル。これ当時もののシールなんですけれども、この上をピリッて剥がすとこちらが出てきます。セントボンムガルが出てきますね。ホログラムシール。これ当時物なんですけれども、ちょっと見てみますか。よいしょ。これをですね、こうペラッと剥がすとですね、裏からこのホログラムシールが出てくるという感じですね。よ、こんな感じです。ね、面白いシールですよね。すごい。すごい仕組みのシールです。よいしょ。さあ、これがね、第13弾ですね。ちょっとヘッドの数が多くなってきましたよね、1弾ごとに。そして次、第14弾。精神ナディアですね。これも、こう、ゴーグルをかけてる状態から、素顔が出てくるとかっていうね、面白い仕組みになってますね。綺麗なシールですよね。そして、セントボンインカですね。さあ、そしてですね、第14弾、まだまだ続きますね。マトープタゴラトン。そしてデカネロン。これは魔性ネロがね、パワーアップした、そういうキャラクターですね、デカネロン。そして、こちら、怪奇ミロク。で、怪奇インカ。で、怪奇インカと怪奇ミロクはですね、両面シールに当時なっていて、面白いシールだった感じですね。これ今、復刻でね、2つ分かれてるシールになってます。さあ、ここまでが第14弾ですね。そして第15弾、セントボン・インダストですね。そして、マトー・ゴモランジェロ。そして、アイゼン・カグヤ。レーゲン・ローシュ。で、まだね、15弾ヘッド続きます。これ、復刻でね、キラキラしてるんですけど、当時はただのね、シルバーのね、シールでした。精霊牛若、ジャック、フット、一本釣り。ですね、これはね、人帝がね、初めてヘッドになったっていうことですね。五人帝が初めてヘッドになった。ヤマトとアリババはですね、もうヘッドになってますよね。ヤマトはさっきのヤマト爆心でヘッドになっていて、アリババはね、悪魔だけどね、ヘッドになってますよね。ゴーストアリババでヘッドになってます。で、残りの五人帝もヘッドになったということですね。あと一人が、ピーターですね。で、これはまた別の復刻でキラシールのピーターです。さあ、続きましてね、ヘッド第16弾、アンドロココ。ねえ、これ当時ね、当てたのすごくね、覚えてます。すごく当たって嬉しかった。で、ダビデブ。で、コセイチョウ、ヘブダヤ。で、精神メディアですね。ここまでが第16弾になってます。
16段。で、ここからですね、なんと、ビックリマン、キラシールじゃなくなるんですね、ヘッドが。子供心にね、おやっと思ったのをね、覚えてます。でね、第17段ですね、ここから。で、ヘッドすごく多いんですよ。多くなるんですよ。キッソスがまず6枚ヘッド。で、こんな感じのね、シールになってますね。こんな感じのシール。ね、キラシールじゃなくなったんですよ。ゴールドと、シルバーにね、ちょっと塗装がしてあるような、そんな感じ。これがね、マクンポセイドスですね。で、まだまだね、18段、17段のね、ヘッド続きます。今のね、キッソスとポセイドスがね、合体していく。ポセイドスにね、取り込まれていくというね、なんか、そんな恐ろしいストーリーですね。子供の頃にね、すごい興味津々でね、見たのをね、覚えてます。で、まだね、17段ヘッドあります。マスター P っていうヘッドですね。でね、なんでね、ヘッドが増えたかというとね、PTA がね、当時、ロッテに文句を言ってね、ヘッドの数がチョコレートの数のね、中にね、ヘッドの数の比率が少なくて、ギャンブル性があって子供に良くないっていう苦情がね、ロッテにね、相次いで全国から届いて、で、ヘッドの数がね、多くなった。ということですね。もうチョコレートを買ったら何かのヘッドが出るようになった。でもね、その代わりヘッドの価値が下がってしまいましたよね。キラシールじゃなくなってね、こういう普通の、ゴールドとかシルバーのシールになってしまいました。さあ、そしてですね、第18弾ですね。こちらもね、キラシールがね、ありません。でもね、七人帝がね、すごいかっこよくパワーアップしてヘッドになったのでね、すごくね、嬉しかったのを覚えてます。セント V ヤマト、セント Y ウシワカ、セント O ジャック、セント I アリババ、セント G フット、R ピーター、一本釣りという形ですね。でね、ヘッドの数ね、この18段もすごく多いです。でこのね、ヘッドがね、橋を架けるのでね、消えてしまって、いなくなってしまって、そこからまた出てきたっていうね、なんかそっくりな、七人帝にそっくりなね、牛若にそっくりなのとか、ジャックにそっくりなの、一本釣りにそっくりなのとか、こういう精霊が出てきた、というストーリー。で、これもね、ヘッドですね。これね、キラシールじゃないけどね、結構かっこよくて当時好きだったのを覚えてますね、このシール。この頃はね、まだね、キラシールじゃなくなったけど、まだ集めてましたね、シールがかっこいいと思って。さあ、次ですね、次。あ、まだヘッド続きますね。でね、これはその、七人帝のヘッドのね、復刻バージョン、キラシールで復刻したバージョンもあるんですよ。やっぱね、当時こうやってキラシールでね、出てたらね、すごい嬉しかったなって思います。ね、当時こうやって出てたらなって思ってしまいますね。キラシールのがヘッド感があっていいですよね。これはね、復刻ですね。で、まだ18段のね、ヘッドが続きまして、こうなんか悪魔の、これもね、もうヘッドって言い張ってるんですよね。ただの銀のシールなんですけれども、ヘッドなんですよ、これも。で、マリアね、ワンダーマリアがね、六星球がね、一つだけになってしまってね、パワーダウンしてしまうっていう、そういう、ストーリーもシールの中に入ってます。であとね、こういうなんか、動物のロボットのね、シールも入ってます。もうこの頃からちょっと子供ながらに訳が分からなくなってきてる頃ではありますね、ストーリーが。で、ここまでもヘッドです。これもね、ヘッドなんですよ、このシルバーのシール。さあ、次が第19弾。ここはね、またちょっと盛り返して熱くなりますね。アンドロココがね、ヤマトの剣でね、変身してね、ラフェーロココになる。そして、ワンダーマリアがですね、あの悪魔のワンダーマリアが、心を入れ替えてね、綺麗な心になって、天使になる、シバマリアになるということですね。で、このシバマリアとアンドロココがね、アンドロココ、まあラフェーロココ。まあラフェーロココはこの剣でいつでもアンドロココに戻れるんですけれども、アンドロココと、シバマリアが結婚して、結婚するというね、そして結婚して融合するというね、わけのわからないことになって、これが生まれるというね、そんなストーリーで、なんでだと思ったけど、まあ、でもね、シールもね、ちょっとね、ただの金じゃなくて、ちょっとね、高級感がある金のシールに変わってます。その代わりね、ここの回はね、ヘッドの数がね、この6枚、12枚か、12枚になってますね。第19弾ですね、こちら。さあ、そして第20弾。もうこの辺からもうね、わけが本当にわからなくなったし、なんか自分子供の頃にもうちょっと魅力を感じなくなってきた頃で、もうあんまり集めなくなってた頃ですね。第20弾。ね、もうキラシールではないけれども、まあちょっとキラっぽい感じにはなってますけれども、こんな感じのシールですね。ですごい20段もね、ヘッドの数多いんですよ。まずこの12枚でしょ。
で、この12枚。これもね、ヘッドですよ。こう、キラシールじゃないけど、こちらもヘッド。そして、まだまだね、続きますね。あ、ここまでか。ここまでですね。だから24枚ヘッドなんですね、第20弾。ね、フルコンプしてありますよ、ここまで。さあ、そして第21弾ですね。ここはね、ちょっとストーリーがちょっと熱くなってきますね。ブラックゼウスがね、こんな感じでね、若返るパワーアップをね、していくというストーリーですね。この悪魔たちにですね、いろいろ、なんか、改造されたのかなんか、そんな感じでですね。もう、ちょっとここまでのストーリーはちょっともう、わからないですね。で、ブラックゼウスが若返ったというね。これね、裏を見てもね、ストーリーがね、すごいわかりづらいんですよ。難しいんですよね、書いてあるのが。まあまあ、とにかくね、ブラックゼウスが若返ってこんなにかっこよくなったっていうね、そういう感じですね。これ第21弾。で、第21弾のヘッドはね、まだまだ続きますよ。こちら。お守りのピアマルコがヘッドになっていくというね、そういうストーリーの、シールですね。このシールがね、ちょっとキラっぽくなってるんですよね。ちょっとだけキラってちょっとだけなってる感じですね。ここまでが第21弾ですね。ここまでね、私フルコンプしてあります。で、ここからはね、その、今のね、ピアマルコのさらにヘッド。これが23段のヘッドかな ?22 段か。22段のヘッド。この辺ですね。フルコンプはしてないですね。で、これが23段のヘッドの中の一つ、1枚。で、これが24段のヘッドの中の1枚。アレキサンマルコですね。この辺からね、またキラシールがね、復活し出すんですけれども、まぁ、ちょっと自分の中のビックリマン熱はもう冷めてるかなって感じですね。世の中的にももうね、ちょっとね、当時の勢いがね、だんだんなくなってきてるっていう感じの頃だと思います。さあ、そしてね、復刻でね、サタンマリアのシールとかもね、かなりサタンマリア人気で出ててね、それもちょっと集めてありまして、サタンマリアのキラですね。あと、伝統芸能サタンマリアとかもあって面白いですよね。で、こんないろんなのとコラボしたサタンマリアとかもね、あります。で、あとはね、アイスのヘッドですね。アイスのヘッドはなんか途中からですね、やっぱりPTA の問題なのか、ヘッドの数がすごく多くなって、キラシールじゃなくなって、こういうマス目のね、シールになってしまってね、子供ながらにちょっと残念だなって思ったのを覚えてます。だからね、やっぱターニングポイントは、あれですよね、この辺ですよね、この辺。この辺で、PTA からの苦情が来て、ヘッドの数がすごく多くなったけど、チョコを買えばヘッドが当たるようになったけど、キラーシールじゃなくなったっていうね、ちょっと子供ながらにがっかりしだした頃ですね。ここからですね、人気がどん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 落ちていった、そんな感じですね。やっぱり次回編が一番熱かったですね、ここまで。ここまでですね。アンドロココ。この辺までがね、次回編でね、一番熱かった時代だと思います。さあ、でね、このスーパーゼウス、あとこの辺、本当はね、当時物持ってたんですけれども、ないんですよね。私ね、子供の頃にね、盛大にね、盗まれたんですね。ビックリマンシールを。一番最初に当てたヘッドがこれ、ネロマシンですね。ビックリマンチョコをね、一箱買って、子供の頃にね、バスに乗って、できたローソンだ。ローソンに行って、ね、出来たてのローソン、また小学校の低学年の頃、わざわざバスに乗って行って一箱買って、で、ネロ、魔性ネロは当たらなくて、このネロマシン、一枚だけヘッドが当たったっていうのを覚えてますね。それがね、初めて当たったヘッド。ネロマシン。で、ヘッドロコが当時当たらなくて、ノアフォームとかね、この辺はね、引きが良くてね、結構当たったんですね。最初は引きが悪かったけど、それからすごい引きが良くなって、なんかノーフォームとかワンダーマリアとかもね、結構ね、ポンポンとね、当ててましたね。そしてこのゴーストアリババ、ヤスエルサイム、マスタービーも当てて、この辺も当ててましたね。セントボンミルクも当時。うん。このヤマトは当たらなくて、この辺は当たってた。で、この辺まで当たって結構集まった頃にですね、ヘッドが。スイミングスクールで盗まれたんですね。スイミングスクールで。違う学校の子供が集まってきてね、みんなでね、ビックリマンシール被ったのを交換する、そういう場だったんですよね、スイミングスクールが。で、みんなでね、シール持ち寄ってね、よく見せ合ったり交換したりとかしてたんですけれども、そのスイミングスクールでね、帰りにね、
バッグの中にね、こう、当時フォルダーでね、もうちょっと細いフォルダーで当時保管してたんですけれども、帰りに見てみたらね、ヘッドがごっそり盗まれてて、天使と悪魔とお守りのシールしか残ってなかったというね、すっごい悲しい思い出がありますね。もう一年近くかけてね、集めたヘッドが全部盗まれたという衝撃的な事件が起きましたね。で、そこからね、またね、諦めないでね、買いますよね。で、また、マハドラゴッドとかね、2回目が出てとか、そんな感じでまたちょこちょこね、集めてったっていう感じですね。すっごい悲しい思い出ですよ。で、この辺もね、またデカネロンとかもね、当時ね、ポンポンって出た感じですね。これもね、当時自分が出したやつかな。まあ、ゴモちゃん、ゴモランジェロ。そうですね、当時ものですね。うん。そんな感じ。で、さっきも話したけどね、この辺も出て、アンドロココもね、当たってね、すごい嬉しかったのを覚えてますね。で、ちょうど自分が盗まれた頃にですね、アイスが発売されてですね、アイスのビックリマンも。そこで当てたのがこのスーパーチェイスですね。アイスも初めの頃はね、昔のヘッドをね、また復刻してくれて、本当に昔のまま復刻してくれて、で、スーパーチェイスとか昔のスーパーデビルとかこういうのをね、当ててって、また少しずつまた盗まれたけどヘッドが増えてったって感じですね。これ当時の、だから、アイスの復刻のスーパーチェイスですね。うん、そんな感じですね。で、アイスでヘラクルアイスの赤が出て、で、このヘッドロココと交換してもらったんですよ。で、これは交換してもらったヘッドロココ。友達のお兄さんに交換してもらったんですね。赤のヘラクルアイスと私が持っていて、ヘッドロココと交換してもらった。で、ヘッドロココ自分すごい欲しかったんで、めちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてますね。そうですね。で、この辺もね、持ってたんですけれどもね、盗まれちゃってね、オークションでまた買ったりとか、うん、ワンダーマリアもね、盗まれたんでね、これもまたオークションとかでね、手に入れたワンダーマリアですね、当時ものの。ね、ちょっとね、そういうね、いろんな思い出もありますけれどもね、こんな感じですね、ヘッド。ね。まあ、この辺からですね、まあ、ここはちょっと熱くてね、全部揃えたくて、うん、人体の。ね、こんな感じですね。もう最後の方はもうこんな感じになってったって。ここはまあ暑いですけどでもね。ロココとマリア。うん、こんな感じですね。さあ、それではね、自分が好きな段の天使とお守りと悪魔を、3すくみフルコンプしてありますので、そちらもね、ちょっと見てみましょう。でまずはね、人帝ですね。懐かしの人帝、最初の頃のね、7人帝、8人帝か。で、人帝じゃなくて人士って言ったのかな、一番最初は。で、このね、昇降士ってのもね、この中に入ってるんですよね、おなじみの中に。これはね、次回の扉の入り口で、次回のね、までに続く道を照らし続ける役目っていうね、そういう、キャラクターで、一応このね、中のね、全員の仲間に入ってますね。若人士ですね。一番最初の、天使はこういったシルバーのシールでしたね。さあ、そして、その今のね、7人士がね、パワーアップしてね、次回に入るときに、次回の扉の入り口でパワーアップして、人帝になるということですね。懐かしいですよね、こちら。ねえ、人帝。ね、で、だから人士は入り口で照らすだけだからね、昇降士ね。だから、昇降士はパワーアップしないで、入り口でずっと照らし続ける係で、ちょっとかわいそうでしたけど。他のね、みんなはパワーアップしてね、ヘッドロココと、まあ、ヘッドロココになる前の、セントフェニックスと一緒にね、次回に突入していくという話ですね。で、ここからは第8弾ですね。で、これはアイスの第8弾のフルコンプになりますね。で、こういう第8弾、なんで好きかっていうと、第8弾の天使はですね、次回の扉に描かれている天使で、この7人種の盾になるキャラクターがね、第8弾の天使なんですね。この例えばこのオアシス天女だったら一本釣りですね。一本釣りこんな感じね。でオーロラ王人は誰だったかな、誰だったかな、オーロラ王人、あ、ピーターですね。ピーター、あれ、ピーターオーロラ王人だったかな。うん、そんな感じですね。で、これはヤマトの盾。で、これは、誰だったかな。アリババの盾とか、そんな感じですね。
で、それが第8弾なんですね。だから次回の扉を開ける重要なキャラクターの天使が第8弾ということですね。こんな感じ。3すくみ。マークが揃っているのがね、3すくみ。天使、お守り、悪魔ですね。で、アイス版はちょっとね、お守りが綺麗な色になってますね。ただの透明なシールじゃなくて、綺麗な色になってます。で、こんな感じですね。クリスタル王子でしたね。で、この辺は縦にはなってないキャラクターですね。ね、当時この悪魔のシールとかよく出たの覚えてますよ。懐かしい。さあ、これがね、第10弾ですね。第10弾もね、結構好きな感じなんでね、フルコンプしてあります。蜂のマーク。これもね、全部ね、公式の順番にね、並べてあります。こんな感じですね。よいしょ。こんな感じ。これもね、アイス版なのでね、お守りの天使が、お守りの背景の色が綺麗ですね。で、この辺の悪魔がね、すごいたくさん出たのね、覚えてますよ。この辺の時に一番買ってたかな。第10弾。ね、このお守りは当時出て可愛かったなってのもね、今でも覚えてます。この悪魔もね、なんかちょっと特徴的でね、すごく今も覚えてますね。当時。この悪魔は結構好きでしたね、当時。これが第10弾ですね。ここがですね、第13弾ですね。13弾もフルコンプしてあります。これは当時もののチョコのバージョンかな、こっちは。こんな感じですね。13弾ですね。トルネコみたいのがいたり、ガッチャマンみたいのがいたりしますね。しかしすごいですよね、このキャラクターの豊富さ、デザインの。ね、この辺はさっきの第8弾の盾になってた女天使がパワーアップしてますね。女面菩薩のパワーアップと、オアシス天女のパワーアップと、レスキュー天女のパワーアップバージョンですね。で、この持ってるのがね、マスター P の封印を解く神器になってたり、ね、これがなんかキッソスとポセイドスが融合する道具になってたりとか、なんか、それはどうかな？確かそうだった気がするけど。そんなね、ストーリーも結構あるんですよね。マスター P のこの紐とかを切るのに、で、封印を解くのに、マスター P。ね、この剣とこの神器みたいのでね、封印が解けるっていうね。それがこのオアシス、ね、こういう持ってるやつですよね。と、この剣がそうですよね。剣とこれ。で、これがね、多分ね、この、これじゃないかな。この、これね、こうなんか融合し出すための鏡みたいなやつ。それがこれじゃないかなってちょっと思うんですけどね。もうちょっと進んだ後の、次回までは結構ストーリー知ってるんですけれども、この、次回に着いたあたりからのストーリーはね、もうほんとあやふやなので。うん。で、こんな感じですね。で、これはもうあれですよね。一番最初の、なんだったっけ、十字架天使だったっけか。が、どんどんパワーアップしてて、何回もパワーアップしても、ヘッドにならなかったんですけれども、ヤマドジンテと仲良しのね、次回に一緒に旅をした天使ですね。アニメでは一緒に旅をしたけど、この本ちゃんでは旅はしてないんじゃないかな、どうかな。うん。ちょっとアニメと、本当のストーリーとは若干ちょっと違うところもあるんでね、ビックリマン。で、こんな感じですね。こっからだな。こっから新しい段になってますね。ここから14段ですね。14段ですね。これも当時物でフルコンプですね。うん。ここから14段でしたね。こんな感じ。懐かしいシールとかありますか？ 14 段。さあ、そして、ここからですね。これが15段のフルコンプですね。このね、15段はね、このお守りがすごい可愛かったのをね、当時よく覚えてます。だからお守りが出ても嬉しかったですね。で、7人種がですね、若干のパワーアップを果たしてね、でもね、武器が枝になるというね、7人種のうちの5人種がこうパワーアップするんですね。ヤマトとアリババ以外。ね、アリババはゴーストアリババになってるし、ヤマトはヤマト爆心になってるんでね、他の5人艇がね、
ちょっとだけパワーアップしてこうなったっていう感じですね。で、ここからすぐにね、またパワーアップして、さっきのね、ヘッドに五人艇もなります。枝になるというね、武器が。こんな感じですね。ここまでかな、あと1ページあるかな、あと1ページある。これが第15弾ですね。で、こんな感じですね。で、ここまでという形ですね。コンプして持ってるのはここまで。で、ちょっとバラで持ってるのがね、復刻のキラシールになったやつとかね。あと、ヤマトが一番最後にはこれになるのかな？一番最後かな？これになりますね。うん、もうなんかヘッドとかそういうくくりでもなんかなくなったキャラクターになって、背景もちょっと寂しくなったなっていうのもね、当時覚えてますね。これ当時ものかな？自分が持ってたやつですね。さあ、ここまでですね。さあ、というわけで今回はビックリマンシールの紹介でした。みんなと一緒に見てみましたね。本当はね、もっと細かくね、ストーリーとかね、このキャラがああでこうでとかってね、お話ししたかったんですけれども、数が数だけにね、こんなさっと話しただけでね、結構いい時間になってしまいましたのでね、またね、ラジコン動画もお楽しみにしていてください。さあ、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。さようなら。バイバイ。